シオンスーパーセントロに来ております、まあ、電化製品がちょっと多く売っているところなのでちょっと紹介します。携帯、服、時計などまあいろいろな店があります。こちらの PC のパーツ、監視カメラなどを売っている店が多いです。パラグアイのスーパーニンテンドークラシックエディションが売っていました。ちょっと今から値段を聞いてきます。値段を聞いてきたところ、まあ、約1万7000円とかなり高かったです。ちょっと今回は諦めます。まあ、他にも、ファミコンミニなども売っていますがかなり高いです。中古のゲームキューブや64も売っていますが、まあ、全て1万円超えています。プレステ2もまだ新しそうなのが売っています。ちょっと欲しいです。初期型の DS で PSP プレステーション2もこの達人っぽいものが売ってます。スイッチも売ってます。コスプレグッズを売ってる店です。集めメイクもあります。トビのマスクも売っています。サトシの帽子です。ストリートファイターの T シャツです。ちょっと欲しいです。南米パラグアイから発信しております。チャンネル登録お願いします。